ジョニー・デップが逆転勝訴。慰謝料総額208億円の泥沼裁判。実はジョニーの勝訴は凄腕美人弁護士カミーユの活躍によるものだった。元妻アンバーの嘘を暴き追い詰めた大胆かつ緻密な戦略とは。異議あり。争点は離婚の和解金である9億円を全額寄付したというアンバーの主張が本当かという点。ここでミステリー。アンバーの寄付金を調べるためにカミーユが取った方法とは。慈善団体の弱みを握った、はい、こっちを調べ上げた、はい、そっちを。お金のことなんで税理士さんの方に問い詰めに行ったんじゃないですか。でも守秘義務で言えませんよって言われちゃう可能性は。そしたら色仕掛けですね色仕掛けちょっとやっぱ現実味ないじゃないですか、うん、僕もっと現実的に、はい、その亀井弁護士が世界一の催眠術師を呼んで、慈善団体にいくら払ったんだつって言わせる。違います。この場で。ありがとうございます。いきなり嘘ついてませんか。亀井の必勝法は水曜夜7時から放送のワールド極限ミステリーで。